ようやく訪れたか。扉を開いた者、重き扉に手をかけ開いたその資質。お前に語ろう、この悠久なる時の記憶。うつ、その前に、お前の眼前に立ち語る私を説明しておこう。私は、オートノミックナーブ、バティスタ。そのうちに眠るサブルーチン。本体の負荷にならぬよう、メモリーのうちに常に小さく住まい、監視、抑制、記録、報告を行うもの。そのサブルーチンである私が、どうして今ここに現れたのか、お前にこうして語りかけているのか、それは私にもわからない。有事の際、主となる人格が眠りにつくと、私は目覚めることになっている。この夜のもとへと歩みを進め、傍観する者たち。それらへの導き手となり、夜闇を灯す名光となるべく。現在与えられた情報、そこより導きうる確かなこと。それは、今が極めて不安定な状況であり、力を得た者に、うつろの夜に関する知識を伝えなければならないということ。この夜へと至る経緯、それぞれのものが背負うバックグラウンド。扉を開き見、それを知り感じるとよかろう。全てを知り得た時に、また違う深き扉が必ず見えてくる。私はその時に再びお前の前に現れるだろう。関わりを持たぬ者、もう一人の傍観者として。さあ、時間だ。扉をくぐり、歩み進むがよい。遥か遠い、ここよりたどり着けぬ彼方の地より、わずかな希望を抱き、決して会うことのないお前を待とう。長く久しく。